皆さん、こんにちは。今回は、天才詩人藤原元のボンミスについてお話しします。まずはこちらをご覧ください。これは、バンプオブチキンの2枚目のアルバム、ザ・リビング・レッドです。3枚ありますね。でも3枚とも少し違うんです。側面を見てみましょう。1枚目と2枚目には、HLR と書かれています。 これはハイラインレコーズというレコード会社のことです。3枚目にはロゴが書いてあります。こちらはレコード会社トイズファクトリーです。バンプがインディーズ時代にはハイラインレコーズから発売され、メジャーデビュー後にトイズファクトリーから再発売されていたんです。続いて裏面を見てみましょう。レコード会社の違いで裏面も違っていますね。続いて帯を見てみましょう。 ハイラインレコーズは紫を基調とした帯ですが、トイズファクトリーでは白を基調とした帯になってます。ここまでで、1、2枚目と3枚目の違いはわかりました。発売したレコード会社が違うんでしたね。では、1枚目と2枚目は何が違うんでしょうか実は1枚目の歌詞カードには歌詞に誤りがあり、2枚目では歌詞が訂正されているんです。 それでは、歌詞カードの誤り部分を見ていきましょう。こちらは、ぐんぐにるの誤り歌詞カードです。下は、訂正語の歌詞カードです。真理が、真偽に訂正されています。こちらは、ベストピクチャーの誤り歌詞カードです。下は、訂正語の歌詞カードです。キャンパス、 が、キャンバスに訂正されています。続いては、ランプの誤り歌詞カードです。下は訂正後の歌詞カードです。乾かすが漢字に訂正されています。こちらも、ランプの誤り歌詞カードです。下は訂正後の歌詞カードです。凍える。 が、漢字に訂正されています。またまた、ランプの誤り歌詞カードです。下は訂正後の歌詞カードです。君自身の語字が訂正されています。次は、K の誤り歌詞カードです。下は訂正後の歌詞カードです。大通り。 の5字が訂正されています。次は、グロリアスレボリューションの誤り貸しカードです。下は訂正後の貸しカードです。はてなの位置が訂正されています。最後も、グロリアスレボリューションの誤り貸しカードです。下は訂正後の貸しカードです。 自来言は、が、自来言を、に訂正されています。そして、お詫びと訂正の紙が入っています。訂正箇所がまとめて書いてあります。この紙の裏には、藤原さんのメッセージが書かれています。お詫びと訂正。みんな、元気にやっているか俺が天才詩人藤原だよ。 いよいよセカンドアルバムが発売。聞いたかっこいいだろう。さて、もう気づいている人もいるかもしれないが、歌詞カードに誤植が数箇所あるのだ。天才詩人、最初で最後のボンミスである。ごめん。俺は詩を書くとき、一文字、一単語、一文節に強烈な思いを込めているのだが、その思いがボンミスのせいでみんなに伝わらなくなってしまうのは我慢できないので、 申し訳ないが、この場を借りて訂正させてくれないか。俺の子供たちとも言える名曲の数々が、みんなの生活の中で、みんなと一緒に呼吸できることを祈ってる。平成12年3月24日。バンプ・オブ・チキン・ボーカルギター、藤原元を。さて、本当に最初で最後のミスだったのか、あら探ししてみましょう。ザ・リビング・デッドの前に発売されたアルバム、 フレームベイン。そのガラスのブルースの歌詞カードですが、ハートのスペルが誤っています。ザ・リビングデッドの後に発売されたシングル、天体観測。その収録曲のタイトルはバイバイサンキューですが、歌詞カードではバイバイ、サンキューと、バイバイとサンキューの間にカンマが入っています。